折り紙で折るこのちょっとおしゃれなスリムバッグを説明していきます。これは実際にカリグラフィー教室の生徒さんにお菓子を配るために折ったものです。こういうキャンディーとビスケットが入るくらいのサイズになります。紙はダイソーのこちらのデザインホイール強紙モノトーンを使いました。とても折りやすいです。他のダイソーの折り紙、例えばこの星型だとこういう感じになります。これは紙が割と字が書きやすそうな質感だったので白のゲルペンでハロウィンと書いてみました。このトレーシングペーパー千代紙で折るとこういう感じのポップでちょっと半透明な感じで、中身もちょっと透けた感じで作れます。今説明したのは15センチ角ですが、20センチ角の折り紙を使うとこのくらいのサイズになります。これは折ってからカリグラフィー部分の紙を貼ったものになります。ではこちらの袋の折り方を説明していきます。まず2つ折りして中心線を作ります。この中心線に向かって山折りです。もう一回中心線と合わせて折ります。これを反対側でも同じ風にやってください。でもう一回山折りです。この上から3番目の列、下から3番目の列に袋のまちを作っていきます。ちょっとつまんで覗くように向こうに折り返します。そうするとこういう線ができます。反対側もひっくり返して同じ風にやると折りやすいです。ここまで来たら、まちの部分をしっかり折ってかぶせます。そしてこちらもかぶせます。このこちらの面の一番上の列と反対側の2番目の列を貼り合わせることになります。マスキングテープです。重みのあるチョコレートバーとかを入れるときはしっかりした強いテープで貼った方が剥がれなくていいかと思います。まずテープの半分だけ貼ります。ここでハサミで切ります。半分貼ってからこの真ん中から折って左右に伸ばしておくと綺麗に貼りやすいです。ここまでできたらこの一列の幅と同じくらいの幅のところで折り目を入れます。そんな正確じゃなくていいのでだいたいここが正方形になるくらいの折り目です。横にします。で軽く広げるとここに V 字ができるのが分かるかと思います。これを広げていってちょっとこの紙の上の方に押していきます。でここの端に合わせて折っていきます。
そうするとここに細長い台形の形ができます。反対側も同じことをします。この V 字を広げて、ここを揃えていきます。大体こんな感じでいいかと思います。で、ここの折り目よりもちょっと向こう側に折り返します。そしてここがかぶさるように反対側も折り返して、この部分が細長い長方形になることを確認します。そしたらあとはまたマスキングテープで底の部分を留めるだけです。で、切っちゃいます。これで完成です。細長いのでこういったペンでグイグイと中を押してあげると簡単に広がります。こんな感じになります。とても簡単だし、すっきりしたこう比率でおしゃれに見えますので、ぜひいろんな紙で折ってみて楽しんでください。